演舞開演。どうも、本日はこちら光味噌の豆腐味噌汁を飲みたいと思います。イズミの若菜味噌汁の同様、これまたシンプルな素材ですね。まあ快快なものが入っていればいいというものでもないのですが、中身はこんな感じです。ではお湯を入れて、はい、混ぜ終わりました。では飲んでみます。お豆腐はいわゆる高野豆腐のようなものなのかなと思っていましたが、いざ食べてみるとしっかりと柔らかめのお豆腐で、味噌汁に入っているお豆腐をしっかりと感じさせてくれました。お味噌汁はわかめと同様さっぱりと飲むことができて、優しい味噌の味わいも風が広がって美味しかったです。なのでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。